はい、後半戦ということで早速始めていきましょう。そうね、目離せない後半戦になりますよ、はい、これは。前半戦のスコアはこんな感じになっております。西岡さん20プラス20、那須賀さんプラス106、 SDA がマイナス129と。那須26ですね9になったの見えへんな、これ目悪なった。はい、では後半戦、さあ後半戦が始まります。 SDA さんの親からですか。え、場所変わってますね。場所は、はい、場所替えしてますね。ちいちゃが SDA さん、ナスカさんですね。あれナスカさん、これ SDA、 あ、こっちに、あ、ちいちゃ変わりましたね。ちいちゃ変わった、はい、西岡さんのちいちゃですか、はい、ですね。さあ西岡さんは3階のうち2階を取ってほしいところ。そうですね、でも面白いですね、上手な人ばっかりの面白い麻雀は。はい、ちいちゃが西岡さん、なんちゃが SDA さん、シャーチャがナスカさんになります。4半ちゃん目になります。さあ後半戦スタートいたしました、はい、さあドラが西、うん、ドラがシャーですスヌーピーに出てきそうしちゃいます。スヌーピーのブライアンに似てない。いや、スヌーピーはまあ知ってるけど、あ、あんま知らないです。スヌーピーの、ま、漫画みたいな見たことないと思う。さあ9番から切っていきましょう。さあこれはポッピン、さあ切る、うちといつはもう水と、はい、まあ甘露草ね、カンニャンピン、カンニャン草で天杯と SDA さん。さあ那須賀さん、さあ西岡さんは流行りの寒地層が残っているので、さあこれは何を切りますか。さあ連ピン切りましょう。さあこれでね、Sピンの受けと三層の受けでシャンテンになりました、はい、さあここで両ピンを切って、Sソー、両三層、甘露層かな、急に速くなった、嘘チーソーも、あ、嘘チーソーダメだ、普段ぐらいの速さになった急に、え、なんて、あ、さあこれでシャンテン、あ、テンパイ、さあテンパイ、カンパピ、さあどうする、さあ行きましょう、親の先生リーチ、さあ2枚枯れですがプッシュと、さあここでテンパイ、さあ酸素切り、おわ、チーソ切り、さあ2分の1の選択、さあペンチーソを外したように見える、さあ熱管酸素、甘露酸素、酸素を切ってね、現物の酸素でテンパイを、パンピンはないですね、山にはありません。スピンはちょっと切りにくいが、まあ、リャンピンリャンピンって並べてるんで、ちょっとプッシュしましょうか。そう、ローソーいいですね。ローソー3山。ローソー闇を選択しております。ローソー3山。さあ、さあ、ツモ1丁ですね。3山やったっすね。ツモ1丁。1000オーブ？じゃあ、いい3個あるかな。2000戦ちゃって、はい、親流れます。 SDA さんの親わーんってなってるリーチしとけばよかったみたいな、ダララトンです。何の闇なんて言われたんちゃいます西岡さんにおと、そう、はい、SDA さんすごくいいよ、いいですか、いいよ、お、シャーアンコになりましたね、西岡さん、おーと、さあこれでいきなりいいシャンテン、でも那須賀さんドラのトーンが2枚ですからね、おーと、さあ完成、ほほほ、さあ一気に引き締まる、いい、お、さあこれ何引くかよな、トーン引いたそこでなくなるの、さあこれはもうさすがにトーンでしょう、泣くでしょう、さあポンして、はい、さあ、リャンウーピン、カンチーピン、イーワンのシャンテン小屋、はい、さあ、どうなりますか、さあ、チーピン入りました、さあ、イーピン、キューワンのシャンポンでございます、さあ、現物のリャンソー、はい、さあ、イーワン、え、イーピンとリーチ、リーチしてる、うん、リーチして、あのリーチ宣言牌のスーピン泣かれた、さあどうぞ、さあまだ穴、はい、イーピン9万、さあこのサブロッソどうなるか、
さあ西岡さんはね丁寧にねじゃあ何ごとしで受けております。さあここでテンパイ、さあペン三層のテンパイ、さあペン三層も意外に結構おりますと。3枚いますね。ただ EP は9はもう3枚おる、ね、さあ3対3、4対3下手し3対3か、3対3よいしょ、惜しい、おお3対3の勝です。さあ9層、さあ3号9層の筋はちょっと嫌ですけど、さあ終わりました。さあ3号9層の筋はね嫌だったんでしょう。そうですね、ナスカさんもね、あの2回トップ取ってるだけにね、この一番下の、ナスの方が早かったよ、ね、一番下のね、うん、あリーチへ入ったんでね、ありがないかな、行くか、デニッシュリーチ3、おー跳ね2、はい本番になります。ピクシーだとイージーピクシーだほぼ間違いです。難しいとかあれね。な普段とかやったらな、あの急走多分勝負いくでしょうけどね。この条件あったらね、この一番下にの親り、一番スコア下の人の親りにね打ったら一気に変わる恐れあるですからね。さあ両ピンもひっつく。さあ西岡さんも徐々に、うん、さあスーピンも入る。さあ何蹴る、スソーかな、おっとさあもううちに寄せていきましたね、うんうんうん、さあパピパピ難しいな。おっとさあこれはいいチーズをキャッチしましたね。さあ一つあんこになりました。さあなんかあんこになりました。いいですね。西本さんどうの方が早いかな。びっくりした、ブーピーに見えた。おお、さあシソあんこ、さあローソー切るかリャンソー切るか、みんなあんこになりますね、うん、さあ両層切りましょう。ドラですがねいりませんと。さあこれでさあ選択しますか。これ何切るか。さあローピンチーピンとさばいていきましょう。二度受けはあんまり強くないと。ただサブロッケーさんこれ難しいな、ほんまこの手。でもパーピンパーピンないっすね。なロッケーさんも二度受け、まあ一平こう。さあこれは難しい。うまいことパーピンどう。さあちょっとずつ親も進んできましたね。はい、おーと、さあこれでさあどうする、かな、さあ厚く持って染めも視野に入れてる感じですね。打点大きいトップ取れたらね、西岡さんもだいぶ楽になる。 おーさあこれで両ピン急走、急走がない。さあこれでさあさあどうする、この三ピン急走がないんだけど、二足三満足、満足、まだ1枚ですね。飛びたくはないですね、西山さんの。ここはね、トンラスです。ナスカさんの親。しかもあのナスカさんに飛ばされたらむちゃくちゃきついからな。あ、そうですよね。すごく小さな方が結構厳しいです。ドラガロ。そう、ナスカさん親ですごい良さそうな感じの並び。うん、おっと、うん、さあどうする、3ピンピンって後々さばいていきますか、打点もいい。やばいでしょ。
新チューブのディスそう、白い。何でチューブおっと、そうそう、親、はい、もしっかりしっかりした時の親、これだいぶでかいのがあったらさ、これは6品これけど3個も、はい、3個含みでね、最高数ワンコも見えるみたいな感じですね。何しかさないですか。いや、あの SDA さん、 SDA さんさ、これでそう、中層切り、はい、さ、3品を置いております。うん、さあ、これで両層白つもりさん、時間パチパチならコールド規定作ったらって。さすがにこうちょっとコールド、ちょっとなんかしょっぱいかなって思う。いい数値層でした。じゃあ数値、いい数値、いい数値、さあ、パワーアップ。あ、ホワイティングで浅いですか。ほい、うん、さあ、練習をっていただいて、ほじに、ハメなのかな。あー、兄ちゃん、簡単だった。これでも SDA さんのトップなんでね。うん。ま、まだ、まだ、まだましですよね、うん、これ。ナスカさんのトップだと、ダントツでいかれてるんで。はい、このまま次。5回戦が終わりました。4回戦終わったので、5回戦になります。うん、うん、うん、うん。SDA さんでもトップ取ったら嬉しいですよね、初めてのトップ。うん、これナスカさんがなちょっと浮いてるから、ほんまのやつ持ったりしたかったけどって感じだな。まあでもリーチってますね。うん、これ西山さんがでトップ2回やったら、いやだからでっかいトップ2回でないとあかんと思う。必須ってことですよね、もうトップ、うん、はいはい、ご飯ちゃん目始まります。はい、親が SDA さんからの親になります。さあ、皆さん今ちょろっと条件確認の途中ですね。そうですね、ここから条件視野に入れていかんとね、はい、最後の人ワンちゃんで全部はちょっと厳しい。山を押す機会があるって聞いた。そう、あれゴッドハンドテル、ゴッドハンドっていう名前なんです。ゴッドハンドテルです。ワンかツーかわからないですけどね、あれ、あれツーらしいです。ゴッドハンドツーツーの方です。さあ、西岡さんはちょっときつくなっちゃいましたね、今の飛びで。え、 今ですか。うん、やっぱ見てたら麻雀したくなるな。麻雀面白いよな。ねえ、面白いですよね。ちょっと難しいな。おっと、はい、さあ、チューンドイツにしました。さあ、西岡さん、これで両面ができたとあると、はい、西岡さんもめっちゃ考えてるような条件。まあここはまああのすこぶる大きくみたいな。さあ、そうですね、数は子も見えますと。そうですね、おお、さあ、なんかえらい立て場やな。そうですね。さあ、どうしますか。数ピンオアロソ、もうロスそのままいっちゃいましょうかね。アンサー戻らないように。さあ、これで SDA さんだけ横って感じ。 SDA、うん、じゃあ広なってるな、うん、広いシャンテンや。よいしょ。さあ、もう小さな見ません、いりません。さあ、6ピン引いたらね、うん、イスチーピン、スースー引いたらリャンオーパーソーと、ね、ペー叩いてリャンオーピンでもいいですよと。さあ、これでサブローピンのテンパイ、ローピンで1つですね。さあ、ローピン高め1つ。さあ、これね、けどナスカさんが前順にローピンしっかり処理して3ピン。3ピンがないですね。ですが、ローピン4、3山1枚切れてるんで。ローピン3枚です。さあ、ナスカさんはね、この親番ではないんか、子供。
さあ、こうなりましたね。さあ、どうぞ、チビプッシュ。さあ、これでね、両音素、サブローピンパーソーのシャンテンでございます。うーん、さあ、プッシュ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 。さあ、スワンがいいシャンテン。さあ、チューンは、さあ、これは、こう。よいしょ。さあ、これは何切りますか？ペー切るか、両音素、いらん、いらん、こんなもん。さあ、ローソー、プッシュ。はい、ただこれ高めローピン3枚生きてるんか、うん、3ピンはないですがローピンが3枚生きてると、うん、さあこの2ピンはちょっと切りにくいが、さあプッシュナムルスーアンコがなりそうだね。こっちはサブローピン引きそうやな。西岡さんですか。うん、さあ、あれ、さあ一応3ピン切りで転敗ですが、さあこれ注文切って3ピンで3ピンの4枚使いのチートイツで転敗しましたね。さあローピンいきましたね。こうなったらあれですね。うわー、おきついな、きつい、はい、引いたな、うん、さあこのイソはイソのプッシュしようかな。さあ、まず酸素点が出るんでね。6ピン、6ピンあと3枚生きてるもんね。うん、亀が生きてるねえ。これもう嫌ですね。さあ、勝った。おお、これ動くね。そうですね、自分切ってるんでね。リーチ1つ、1、2、3、4、ハネマン。これ一本場ですね、次は。さあ、一本場でございますと。ドラが酸素です。急に後半戦になって SDA さん強くなりましたね。ナスカさんの A 席ゲットしてる。あ、ほんまや、ほんまや。大事大事。さあ、これでリャンシャンテン、あ、いいシャンテン、スチーソーカニャンソーのシャンテンでございますと。でも、ピュッて、リャンソーとか、うま、ん、おお、さあ、これで一応テンパイは、テンパイ。さあ、カンリャンソーの転敗でございます。役がございませんと。まだカンリャンソーあと1枚。おっ、さあこれでどうなる。すぐ出る。おっと、さあ一気に勝負を決めに行きましたね、はい、さあよいしょ。おお、ああちょっと、さあシャンリー、さあどうする。このリチェイ引っ掛けました。さあね、親もね、実はカンパピンでテンパっておりましたが、さあどうするか。さあ何切りしますか。さあウーピンプッシュ、カンパーピン対決。さあ2人ともカンパーピンになりました。カンパーピン対カンパーピン、パーピンが、さあパワーアップして、もうえってってなってる、もうえってってパーピンが行く四山。顔、もうさ、顔めっちゃ怒ってるもんね。怒ってはないよ。ふん、みたいな。ビジター。さあ、ゴーゴーと。四山。もうこれけど、今、イソ切ったんで、今ね、イソ切ったんで、パピン切っても、切らん可能性はありますね。そうですね、もうゲーム。ナスカさんですかね。ただ、今、あの、嘘の筋でパソいったんで、パピンもちょっと、怪しいかもしれないですね。さあ、酸素切って、ペン3ピン。さあ、テンパイ。うぅ。ペン3ピン。うわ。ナスカさん3ピン。はい、はい。びっくりした。3ピン。3ピン1枚とパピン。さあ、パピン2枚。めっちゃおるもんね。4枚やったね。リーズも青。1、2、3、4。ハネマン。ハネマン、急に強い。急に強い。
ちょっとね、これ ドラがローソです。これナツコさん今度はどうなるんですか。ちょっと丸なるんですか。だいぶ丸なる。丸なりますよね。うん、うん、誰が誰か分からんことがあるんですね。急に強くなります。さあこっからどうなるか。どうぞ。ハイパイいいね。そうだな、トーン重なったらな、めっちゃええしな。超ド級のテンパイに近づく。さあテンパイ、さあこれです、ジビのテンパイです。カンパースをゲットしました。早い早い、畳みかけましたね。はい、じただまあこれスーピンやったらまだスーピン出上がりはリーチ2丁、うん、積もりそうですけどね。これでもリーズも2丁でもナスカさんが飛んじゃいますからね。うさあどうなる。おっと、さあナスカさんもこれでシャンテン。スジピン結構おるに。スジピンね。小山。さあもうこれ。あ、これで4山。さあ行こうカット。おっと、ここでね、西岡さん今シャンテンになりましたね。さあ、うん、イスビンスーチーソーのシャンテンでございます。スチーピンでもいますよ、これ前から。いつも、はい、ワンガンからリーズモニチョー、はい、マネ2でかい。これはこれでめっちゃ丸なりましたよ。丸くはなってないんちゃうかな。西岡さんがだいぶ後ろが、西岡さんがもうだいぶしんどくなったんですね。無理っぽくなりましたね。ナスコさんがこれで来てくるからSDA のなんかそうです、ね、フラットな、多分抜いてそうですね。あ、けどさっき浮いてるから、まあ今の飛ばし、あ、今のでかいですよ。飛ばしはだいぶでかい、抜いてるな。西岡さんは何条件なんですか。もう多分ほぼ条件ないんちゃうかな。ダブル飛ばし、レベル的にダブル飛ばし。今何点。今がちょっとわかんない。あれは違うんですよ。今多分今のが入ってないんでね。西岡さんがちょっときついんだよ。西岡さんも無理って言われて。いやもうだって200とか200は言い過ぎか。え、そんな言ってます。200は言い過ぎ。さっき言ったのダブルドボンなんかね、そんなレベルですよね。ぐらいじゃないと無理と思う。マイナー100とか。だからビハインドと言ったら200ちょいついてる。うんうん。それで10番引いて100万引くみたいな。そう、皆さん結構条件確認をみんなしないですね。スーンって、スーンって条件確認。ちょっとこっちがしたいですね。最後の半ちゃんとなりました。親がナスカさん、ドラが白ですが、ちょっとスコア出てないんでちょっと待ってくださいね。あれは1個前のスコアなんですよ。さあ泣いても笑っても最後の曲でございます。さあ難しくなってきました。さあ打牌選択は音色でありますね。そのままつもぎりチートイツもあり、3ピン切りで関数ピン、関ローピン、急ソシャーのシャンテンもあり。さあこれは難しい、うん。さあどうする。さあ3ピン横を選びましたね。メンツ手を選択。さあ3ピン、うわあ3ピン切りだ、まさか直引き。あれはまた3ピン切った。3ピン連打、連打。さあオポン、いいじゃないですか。おーと、これはもう親に対してちょっと若干絞り気味。
でもありますね。さあ、親子さんはローピン切りで、一品、両品、イソ、両ウソと。さあ、これでちょっとずつ、さあ、これでね、両面のロケピンもね、下げて。小さくなりますね。さあ、パースを切って。さあ、出ましたね。何が？ナスコさん、プラス40、SDA さん、プラス69。うん、まあ、こってると。マイナス109やったらどんな感じですか？だからトップとの差があれやから、ダブル飛ばして120縮まる、180縮まる。やっといけるんじゃないですか、ダブル飛ばしやったら。ダブル飛ばしやったらいけるってことですね。で、ギー、あ、いけるいけるですね。さあ、リーチーさん、あんこつもりさん、あさあ、リアルさん、青いちょー、青いちょー、あるある、2000円はい、西岡さんの親になります。新規のリーチだね。ドラが E ピンです。まさかの SDA 枠が決勝残っちゃうかもしれないですよね。まあまあね、それはまあしゃあないっちゃしゃあないですからね。さあ、これでさあ、西岡さんもね、この親でボッコボッコ上がりたいですね、はい、ほんでダブル飛ばし調整とかもせんのはダメなんでね。まあ、とりあえずはね、トンバはね、ビシバシ上がっていったらいいと思う、はい。ちょっと笑顔じゃなくなってますもんね、真剣モードの西岡さんなんて。さあ、ペーキャッチ、条件考えてはる感じ。さあ、ナスカさんもシャンテン。さあ、一気にテンパンか。はい。さあ、難しい、これ。そう、置いときたいな。数層を切るか。さあ、何切る？カンウソの受けを。さあ、9ピン、9ピンと。さあ、カンウソ、カン3ピンのシャンテンに受けました。さあ、リーチ。さあ、ウーパーソンのリーチが入りました。はい、ウーパーソン。ウソパーソン。ウソパーソン。さあ、シャンポンでございます。今ね。見えない。もう早なって思ってもんだ。3枚ありますよ、ウーソパーション。サカサカしてますね。さあ、これで黒子強いねんけど、勝ち上がるのって聞きます。はい、黒子も全力でもちろん。全力でね。さあ、テンパイ、さあ、カウピン、さあ、カウピンたらもうこれ、空なんですよね。自分から。いや、かわいいな。笑ってる。ウソパーソン何枚か言ってんね。はい、3枚ですよ。さあ、まだ3枚、もうずっとこの3枚強いな。先からずっと3枚、ずっと3枚、減ってもない減ってもない。西岡さんは嘘だね。さあ、ちょっとずつ前進。押して、うわー、手つからわしたね。リーチ1、2、リーペ1、2、3、4、突破、突破1、決まった感じですね。でかいですね。はい、トンラスになります。ここの親番やな、こナスカさん。 SDA さんの親、だいぶきついな。ドラーがローソですハイパイがずっともうよくなる、ね、上がりなさいっていうナスカさんの前半の説明良かったですね、多分。ちょっと待ってくださいね。ヤクマのチップがあればダブル飛ばしより条件軽くなりますか？4枚オール。どうなる？ 30。 いや、やっぱダブル飛ばしの方がさすがにでかいかな。
さあなかなかね、サブローピンにひっつかない。さあ、この、ね、バキュアタね、ちょっとトンも出にくそうなんでね。さあ、これでローピンにひっつきました。さあ、石岡さんもちょっとずつ進んでいく。さあ、関数層入る。さあ、ここで一旦切ります。どう、もうどうなる。さあ、Q1 ではなく、地層を選択。さあ、もうこれで、ね、うおー、さあ、徐々に。ね、おー、すごい。さあ、これはウーピンローピンと。いきますね、もう。切り飛ばしていきましょう。おぉ。さあ、スワン個体スワン個みたいな。出たまた白を取ってるから。これでまた回るな。はい、これでまだね、西岡さん、大山もありますからね。いいね、なんか。これはナスカさんのラッキーな。乱入に入ります。ナスカさんの親。地上ですよね。ドラが SDA の人太ったってきて 2P もう今酒のワイムでもうさ太ったんだ次です。かさあ、はい、けどこれ見応えのあるオーラスになってる見えてる、はい、もう機械が、うん、さあどうなるか。さあナスカさんね、おっと、さあさあさあ一気に勝負決まりそうな配信はしておりましたよ。さあカンチーピンがあっさり埋まっていきましたよ。いしょ。さあそうだ、集めれるかしっかりめ。さあこれでね、いつも目も見えましたね、カンフーピンと。さあここで、このベンチーピンはちょっとおっと、さあこれで白も切って。おっと、さあ、急走に急走ひっつけていく。うん、おぉ、すごい嬉しい、チービー。行きましょう。さあ、リーチでございます。シャー9万。さあ、シャー9万。おっと、さあ、両層キャッチしていく。9万5万。プッシュプッシュ。3山です。あ、9万切ります。うん、さあ、親ももう、プッシュと、さあ、これは急走は中、うん、さあ、泣いていきましたね。きますね。さあ、これで、イーシャンテン、親も仕掛けてきました。さあ、ピン。いいよね、そう、Q1 もありますよ。ピン切っただけにね、もう。Q1 も今あるよ。ピン。さあ、これでは、プッシュ。うん、まあ、現物か。さあ、どうなるか。これさあ、この両走。急走はね、今泣かれたんで。さあ、両ピン。なったら、あの、親の仕掛けで親のプッシュ見てるんで、SDA さんちょっと、でもいいかなぐらいの、あれで、そうですね、あの、両ピンとかもね、うん、結構刺さってもいいかなっていう、はい、なんで。なったらちょっと刺さってほしいレベル。さあ、なかなか Q1 シャーが、ね。3枚ありますからね。さあ、嘘だぞ。さあどうしますか。さあ E ピンもプッシュ。さあ今日はリーチイペコ一丁。ペコ二丁。二丁ある。スピンガドラですね。リーチ。マンガン。そうです。さあ、さあここですね。めっちゃおもろいな。はい、おもろいですよ。西岡さんの親になります。すまない。ドラがチュンです。さあでも黒いな、なるちょっと黒いな。一回上がってちょっとゆっくり。ナスカさん早いな、これは早いな。これナスカさん上がってオーラス勝負なりそうやな。チュンもドラか。チュンドラですし。さあカデバイサブロー急走チュン。これはもうレアだわ。さあこれは何を切りますか。もう Q1 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 と行きますか、それともプッシュ行きます。
ったら白もチュンもいっちゃいそうな勝負局と見極めた。さあ2チュン2チュン引っ付いたら大丈夫。さあ今日は行きましたね。白は行くが今日は行かない、チュンは行かないと。ドラですからね。ミシアンさん最後の手が。そうね。きつつももきつも流し。ただ9層もチュンも引っかかるからな。ほっと。もうね。時間もね。モロタニ駆動って来てますよ。もうそのレベル。僕の数は1枚中です。よいしょ。3層書いたら意外と持ってますね。さあどうなるか。はい。案外いえ。おお。三層これ三層いっぱいカットされたらちょっと怪しいなんで。そうですね。もうそろそろね。おっとさあ、ちょっとずつ形になってまいりました。プッシュ。いかへんですね。うん。思い出があるかもしれないですね。まあ、まだけど、1、まだありますからね。ま、まだまだ。よいしょ。はっ。さあパワーアップして、さあチュンにチュンひつく。中前さんはモロタで駆動知ってんの意外やわ。あー、集まりましたね。リードも3丁4丁羽根1。はい、さあこれでオーラスです。これは面白いですよ。さあ親と、うん、すごいすごい一騎打ち。これはでも今でどう思ってる。今ってどういう。そうやな、もう19差、まあ普通に当たったらいけるな。いいそうです。そうですね。なんでモロタで駆動僕知らんと思ってる。僕そういうあの2ちゃん系のはネットフネット。しかもマージャン屋でモロタで駆動言う人おらないですか、うん、ねえ、モロタで駆動言う人おらないですか。あ、そうか、まあ、帰りトンにも、そうか、できるっちゃできるんだ。帰りシャアに。帰りシャアに。あ、ナスカさんもしんどいかな。ちょっと SGA さんが定位ですね。中2横から上がったら面白いのにな。さあパスを浮かせて3層から切りましたと。ねミッシャン急に出てくるみたいな。 あったらおもろいですよね。さあナスカさんも埋まっていく。さあシャンテンでございますと。これあれペー叩いてもちょっと点足らなさそうな感じするっすね。いけるのかな。2000、あドラ1丁あって、もう1回なるんちゃう。まあイーソー張るから。うん。今ね大丈夫。ミシャンさんめっちゃ手入るよね。あの3品3品見て、あ、うん、品、おお、さあこれで完璧にいける。はい、いけますね。こんなさあこれでペン3品のリーチを打ちますと。はい、わお。さあもう邪魔はしない感じですね。バシバシいきます。うわー、いいリーチやな。そう考えたら。そうすごいよ。さあもうほっと、ああのスーソー欲しかったな。ほっと、あー惜しい。うー、すごいな。
さあポン、さあこれで嘘は勝負で完了。そう、そうしました。どうなる。うん、おお、すげえ、やったから。これはすごい、やってるわ。にしゃいったな、あれは。すごい、マンゴー、すごい、マンガン、はい、ラス1、それすごいラス1ランス。はあ、すっげえ、はい、今の2ハンドで泣いたんですね、あれ。それでね、うん、もう行くよな、うん、はい、いやー、すごい今の。ってことで、ナスカさんが残ったってことですね、決勝ですね。はい、いや、すごいな今の。うん、みんな放心状態になってるね。いや、ほんまこの6回戦ほんまに面白い。条件ありで、めっちゃ追い上げたしな、モッサンも。うん、SDA さんも詳しそうに。はい。いや、すごいわ。これで、悔しいですね。そら悔しいよな、これ。うん、ここまで来てましたからね。うん。SDA さんの勢いでいっちゃうかなっていうのがありましたからね。うん、勢いすごかったな。すごかったです。急に強い。さあ、これでどうなるかやな。これで、スコアが。まあまあ、さすがに、さすがにやと思うけどな。さすがに、さすがに。うん。すごいな。こんなんやね。あ、チャーさんピョル。あー、次。いやね。そうですね。さあ、これで。やっぱでも、ナスカさんが勝ち上がる。面白い、ね、面白い、めっちゃ面白い。準決まで来たらっていうか、このやっぱ条件戦の最後の半ちゃんはほんま面白い。81人から出てますからね、この9人は。いや、そう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 。で、ナスカさんなんかいろいろ4人1の大会とかも、はい、スコア出ました。結構言ってるらしい。おお。さあ、ナスカさん91ポイントSDA さんが53、西岡さんがマイナス144となります。はい、ですね、決勝に出陣、駒を進めたのはナスカさん、はい、ということで、西岡さんからお呼び、ね、はい、西岡さんどうぞ、はい、早い、帰ってきてすぐ呼ばれる。お疲れ様です。お疲れ様でした。惜しかったな。惜しかった、惜しかったですね。楽しかったです。楽しかった、ね、いや、めっちゃ面白そうでした。どうですか、ずっと笑ってる。いや、もう最後に手も入らんし。いや、おたすね、ラスオや、ほんま、ラスオやね、やめとこうみたいな。急に何やねんこれ。親の時に来いやみたいな。最後の曲だけね。だけどあれももうチーズ上がってもしゃあないもん。そう、ダブル飛ばし、なんか帰りも無理や、なんかファって帰りとんして、なんか役満のダブルのチップチップみたいな。それがやだね。ショップになっちゃうからな、やばい。いや、そう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 。全然あかんやん。親の時に入らんすもんね。そうそう。一番条件むずいからな。うん、そうなったら。何条件やったかみんなわからん。ダブル飛ばし。そうそうですね。基本的にダブル飛ばしでしたね。ダブル飛ばしですね。いや、すごかったな、最後も。見てる方はめちゃめちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かった。射程いいで、最後とか言ってみんな。西岡さん手入りまくってるでとか言って。なんかグニャーってなった感じの振り込みあるっすか、うん、親に急速ったやつとかっすか、あああれはうーマジかよっていうパターンですよね。なな、8になって、はい、あれもう他に大選択ほぼないですからね、うん、まあ、真っすぐ行き切ってもあれ6球速だいぶ固まってるんで、うん、結局なんですよ。ないんか、そうなんですよ。ロストに巻き切られて急速かといってね、小さいならバシンで行くんもね。さあね、8個やな。あれ、いや、結局、まあ、あれ、難しかったですよね。445みたいな、455みたいになって、なんか、で、ピング67って外したんですかね、確か。あ、そうそうそう。はい、3467で。で、67か、34か、まあ忘れましたけど、まあそっち、ピン点払って、67か。そうですね。ほんで、想像に寄せていって。78払っててもよかったよね。いや、そうなんですよね。けど、78払っても、7払っててもさっき、そこで7なんですよ。そうなんですよ。それを行くんか。そうそうですね、難しいですね。まあまあ、また、はい、来年、来年、はい。いや、けど見ててめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。まあまあ
YouTube 動画上がったら見直して、はい、反省です、はい、すいません、ありがとうございました、はい、素晴らしい対局ありがとうございました、お疲れ様でした。では、1回戦、はい、さあ決勝進出を決めました、うん、ナスカさんどうぞ。いやーすごい、お疲れ様でした。あのローピンで、ま、マジでないですね、あれは。あの、いや、まあ、あの、あの時やっぱグニャーってなりました。いや、あの時はなかったですね。次の曲の途中で、パンパンパンって。どう考えてもローピンだけはない。どう考え、その前のあの、あの時ちょっと、サンといて、はいはいはい。スワン選択で、イソ泣いて、みたいな。いけてる、いや、イソ、で、あれ、そのまっすぐ行ってたら、ローピン使う前に、はい、あのトイトイ系のままで言ってたイソで、イソポンして、いや多分E ピンを3個行くなら3ピンの壁で E ピンをトイトイしようとしてたんで、あ、はいはいはい、その後シャーとチュンがアンコアンコになってたんで、あ、イソ上がり、ダマでイソ上がりやったんですよ。でそれならばって考えてたんで、はい、なんかね、なんかいろんなこと考え、残しとったシャーにヒュッてひっついてね、いろんなこと考えながらしてたら普通にありへんローピン打ってたもうなんかあのなんかもうパンみたいな、そうそう、勢いできちゃった、ね、そうですね、で、あってなった感じよね、普通に、あ、絶対これはないわ、ね、ほんで、あの後もね、ボッコボッコ上がりだしたんで、あれ大引くっすよね、マジで、そうですね、ね、あれが普通の勝敗とかだったらあんま何も思わんじゃないですか、あ、だからその、祖典のこと考えて、はいはい、僕一応暫定、あの時点で暫定トップやったんで、はい、あ、これその、親ってね、やっぱ基本そのずっと上がりに強気に行きはるんで、そうですね、みんなあれなんですけど、あっこのインパチ報酬がなかったらもうちょっと最終戦の計算楽なってたかなっていう、うん、でちょっとね、条件設定で追われる側ってなったらね、その一番下のスコアの人の親リーに経験になんかいけないじゃないですか、です、ね、あのペン酸素の時の急走を止めて、うん、あの回った時も、うん、やっぱね、そのダンラスっていう言い方したらあれですけど、一番スコア離れてる人からの親リーってなったらね、だいぶ普段の打ち方も変わっちゃいますからね。結構僕、あの時僕がトンドラで、はい、トンドラ、親が早々に来てきたダブトンドラのやつやったんで、はいはい、まあ相当早いかなという形やって、はいはいはい、まあその後リーチ来てて、あんま愚形ではないかな。愚形やったらトンもうちょっと引っ張るかなみたいな感じやったんで、はいはいはい、まあ確実に断面以上ってなって、時に、まあ、クソはもう、まあ、そうね、サボ競争の筋はぐらいな感じで、その後結構泣いてたんですけど、そのあまり補充する感じがなかったんで、はいはいはい、そうですね、もうしっかり回りきれる感じがしましたもんね、足りてる感じだったんで、まあ、7、3層取られてましたけど、あんまりそれは気にしてない、あ、なるほど、ローピンだけです、ほんまにほんま勢いでね、うん、切った感じでしたもんね、結構早い段階でピャッて見る、そうですね、はい、まあ、もうけど結局はあの最後の1位ということで、渋い関連差がありラスハイもしっかり積もるです、ラス1ですね、はい、まあ関数層もねラス1なんですけどね、ああいやそうなんです、あの振り変わり上に伸びていけへんかったらだいぶきつそうやなってなってたんですよ、な上に伸びても、はい、まあまあ全通条件なんで、はい、まあ、あの曲あれなんでいいんですけど、そう確実に想像の何かで、はい、こっち、遠い目の方。はいはい、そうですね、想像。想像で待つ以上、何で待っても下手し、上がり入ってゼロかな、ぐらい思ってたはい、はい、まあ。ある程度想像が、親リーがバババって切ってた分と、はい、向こうの手の内のやつ足したら、まあ、両面になった分、片方は絶対4枚地にのバーになってるかなと思って、カンチャンでも短期でも何でも一緒やって、って思ったんですけど、はい、ここの親と勝負するには想像待ちしかなかったんで、そうですね、いやけどしっかり最後上がりきって、やっぱあのレアソツムの時こっちで歓声上がりました、おーって、あ、思いますか、はい、すごいちょっとドキドキしましたもん、なんか途中まで打点逆転条件も足りてなかったんで、あの鼻ハイ絶対にイソを使う2戦でも1個泣いて、そうペイ1丁の手やったんで、はい、直撃しかダメやし、はい、その後都合よく鼻ハイ引いてくれたんで行きやすかったんですけど、いやけど見ててめっちゃ面白かったです、はあ、楽しくていや普通に面白かったですこれ残ったんで、いやそうですよ、夜まで決勝ですよ時間が言ってたやつですね、めっちゃ長いですけど、めちゃめちゃ長いですけど、はい、8時ぐらいでしたっけ、
ちょっとその辺できればこう、そうですね、あの、まあ、展開次第で早くなるかもしれないですけど、わかりました、はい、はい、じゃあそれではあの決勝に向けて英気を養ってください、はい、ありがとうございます、すいません、素晴らしい対局ありがとうございました。ナスカさんでした。1回戦の突破がナスカさんということで、はい、で、2回戦集まり次第ってことですね。何時かな、ね、本当は1時なんですけどちょっと早いのでもう集まり次第、そうですね、ちょっとキュッ、結構キュッてやるとこの決勝が、あの急半ちゃん本番したいのでできひんかもしれないですけどね、できひんかもしれないですけどね、じゃあそれでは、はい、まあ、ちょっと予定は1時なので、はい、はい、で集まり次第ということで、はい、また、お待ちくださいませ。それでは皆様お昼ご飯を食べてください嘘こんな時間